せーの、はい、どうも、お茶の水見ます。プラス！コマです。はい、後半戦ですね。はい。前回は NASA で研究用として使用されていたドローンの話、ナインリーパー。はいはい。MQ のナインリーパーまで話して、その後ですね、目に見えて分かってきたっていう文字がありましたよね。もう文字で出てるからね。そう。で、これ、ちょっと気になったんですけど、目っていうのは、愛だ。EYIE だね。そう、うん、アイズ2つの目だったね、うんうん、これ目はアイズで目に見えて分かってきた、つまりアイズ、目に見えるものでアイズしてくるってことですよね。はい、これね、第7巻、はい、第7巻の一番最後のアンドロイドからの問題で、世界へ向けてアイズが出た、これはシステム完成の発表、うんうん、ってこと書いてるんですよ。だから合図には何か意味あるんじゃないか、うんうんうん、って思いました、ここでね。はい、はい、で、この合図は今のところはね、見える情報を出すという意味として捉えておきましょう、まあ、発信していくってことなんですかね。そうで、その後にね、この YouTube を通して俺がいろいろ合図を出すって言ってるんだよね。こう繋がってるよね、うんうん、はい、お待ちかねの皆さん大好きな闇闇のみです。はい、こちらです。イエーイ。ちなみにさ、闇闇のみさ食べてみたい？食べない。はい、闇闇のみが映ってますと。で、下に8383で闇闇じゃないですか。その後に1111、うん、まあ足したらね、そうなります。その後に22となります。はい、まあこれもね、順番を追ってね説明するんですけど、まず闇闇というのはワンピースに出てくる黒ひげですね。はい、で、黒ひげの、フルネームがマーシャル・ディ・ティーチっていう名前なんですけど、うんうん、このマーシャルどういう意味かというと、勇ましいとか勇敢なっていう意味があって、はいはい、しかし人名においてはまた意味が変わってくるんですよ。人に当てるとそう、うん、これどういう意味かというと、保安官とか司令官を指す。皆さん、司令官、司令官といえばそう、ソレイマニ司令官ですよね。ちょうど前回の一番最後に出てきたね。そう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 、だからそれと何か関係してるんじゃないかと思いました。はい、そして黒ひげね、これ余談なんですけど、黒ひげって闇闇の実ともう一つグラグラの実を食べてるんですよね。うんうん、あの白ひげのね。つまりですよ、宇宙空間で重力を使えるってことはビッグバンを起こせるんですよ。これだね、関さんの。そう、これよ。だからこれは伝えたかったんじゃないかっていうね、こっちの意味もあるかなと思います。はい、最初その後の、じゃあ1111、うん、これ最初日付だと思ったんですけど、まあ、日付にしちゃうのは遠いなみたいな。11月11日だからね。でも11月11日といえばポッキーの日以外なくない？俺も思った。ゴンレッドゼッテガゼンエンテ、はい、ちょっとガッキーのね画像で潤ってみてください。はい、まあ11っていうのは、じゃあワンピースで他にキャラいるかなと思ったら、うん、まあ、いないんですよ。でも、うん、これ全部ゾロ目じゃないですか。ああ、まあまあまあ、そうだね。で、1 の, あのゾロ目っていうのはピンゾロって言うんですよ。うんうんうん、つまりまあゾロですね。まあここがあの都市伝説のいいところ、こじつけですね。まあこれ仮にね、あのゾロだとしましょう。で、これピンゾロと英語に表すと面白い意味なんですよね。それがスネークアイス、ヘビの目になるんですよね。ヘビのアイズとも取れますよね、皆さん、うん、またアイズですね。つまりヘビの目を通してアイズを出してくるってことだよね。これかなり話すと長くなるんですけど、ここは今回話しません。うん、まあまあ硬いです。ヒントは昨年のやりすぎを見てください。見てごよーっと、はい、でその後に22となりましたね。はい、もう今は言えるね、もう動画出てる、次の動画が。で、護衛艦の高波が中東へ派遣されました。ということをね、表してるんですけど、じゃあなぜ関さんは1月11日の時点で、この高波が派遣されることを知ってたのか、うん、そこが重要なんじゃないんですかって言いたいことなんですよね、本当に。ね、小池都知事。じゃあなぜ事前に関さんが知ってるかだよね。これね、僕、昨年のトークライブ、仙台の、はいはい、完全に言ってました。うーん、これは関さんにはいるんですよね。そしてね、ちょっとね話は戻ります。闇闇の83って、エフェクトがかかってて、
YouTube の一番遅いやつにしたら多分分かりやすいと思います。38から83で基本的には10の位と1の位が1つ引いたものになってて順番ずつになってるんですよね。ですけど、27と05と83が抜けてるんですよね。でこれが、何の意味があるのかはまだ分かってないです。これも多分他の YouTuber さんも多分上げてなくて唯一ねちょっと気になったところですね、これは、うんうん、ぜひねこれコメント欄で皆さん盛り上がってきていただきたい。はい、ぜひ東京オリンピックのように。何言ってんの。はい、そして続きですね、1分42秒で再び9という文字が戻ってきます。うん、そして一体いつから始まっていたのかというこの文字ですね。でその後に表1月8日経済制裁ですね、トランプが映ってて、はい、ね、これここでね伏線回収しました。最初の白と黒、うん、表と裏が出てきますよね。で1月8日が表だとして、トランプが実際にねイランへ経済制裁をしましたと。そして裏ですね、1月11日 P3C 哨戒機が中東へ行きましたと、うん、でこれがまあ理由ですね。これはともう6ヶ月も経ってるんでやりすぎで答えをやってます。はい、これはね関さんが言うには中国の友好国であるイランを監視するために向かわせたということですよね。そして出国という文字ですね、うん、で1月11日、はい、そうこの動画公開されたのも1月11日。はい、日本で1月11日は何の日でしょう。ポッキーの日。違うわ、はい、1月11日というのは鏡開きの日。これ何の日か分かります皆さん。お餅だ、お餅、もちもちの日。そう。はい、これ鏡開きの日は無病息災を祈って供えられた餅を食べるんですよね。でこの鏡開きの後に日本の国旗がまた来てます。でこれは、日本をまず表してます。で開くっていう漢字、鳥赤くなってますよね。これが大事だって、まあ、鳥イコール神社じゃないですか、はい、神社イコール、まあ、仏閣、うんうんうん、まず要は日本の神格化を表してるんだよね、再びここでまたそこに繋がるんですね。でここの後に日付って文字がで、まあね、何回も出てくるけどこの7巻 の, この裏表紙に神格化って2回出てくるんだよね、うん、だからそれぐらい大事。関さんも結構言ってるよね。そうで皆さんここをねちょっと掘り下げました。鏡開きの開くという感じですね、うん、まず門構えの中の横棒は門を閉めておくための貫抜きで、その下に添えられた2つの銃というのは左右の手を意味します。つまり開くという漢字は貫抜きを外し両手で門を開ける様子を示してるんですよね。で今からおよそ3000年前、漢字が生まれた頃の中国ですね、天の神によって選ばれた国王は神と交信する手段を持つとされ絶対的な力で人民を支配していました、まあ、当然門の貫抜きを抜き扉を開くことは許されていたのは権力者のみです。この開くという漢字に書かれていた手は人々のものではなかったはずです、ということでね書いてありました、うん、まあ、かなりちょっと深いよ。これもまた神格につながってますもんね、うん、普通の人じゃなくて、まあ、神にね、はい、そうだね、神格ですねそれこそ、はい、でその後に赤字の9が出てきます、はい、で上に本当にこのままでいいのかって、まあ、白地に赤、うん、まあ、日本ですよね、まあね見た目がね。で本物のみ集まれ第7巻の能力者たち、うん、と言っております。はい、そしてもう最後ですね、月の映像が次に出ます、うんうん、この月の映像も表なんですよね、うん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 、じゃあ月の裏側は僕らは表しかね見たことないからね、はい、だから裏側を知ることが大事っていうのをね伝えてるんじゃないか最後の最後にもね、うん、そして一番最後ですね、エコノミストが出てきます、うん、でここに、プチネズプーチンがいて、で関さんはずっとね合図を通して目に見えて分かってきただろって言ってるから目は合図ですよね。つまりプーチンの目を見たら戦闘機になってるんですよね、うんうん、戦闘の合図、ロシアから戦争の合図が出るんじゃないかっていうことを示唆してます。なるほど。でもこのエコノミスト2018年の表紙なんですよ。2年前ですね。つまりすでに戦争は始まってんだよね、ロシアから。
プーチンは何かしらしたと。まあ以上がね、構成になるんですけど、この最後のエコノミスト大体の人は、戦闘機って、まあ、分かりますね、うん、でも僕はね一つね気づいたのがありまして、この最後のエコノミストの画像から 2.5 秒ほど戻すと、砂嵐みたいなのに、うん、月、その大工、プーチン、ね、そうで前の月が残ってて、プーチンの表紙がうっすら出てくるタイミングがあるからね。でこれ何かに似てるなと思って、うん、これは花札の坊主っていう札を表してるんですよね。でこの花札の坊主っていうのは唯一月があるんです。で花札占いで奮闘し戦い征服するという意味なんですよね。いかがだったでしょうか。ここまでね、細かく、うん、考察したのは多分全世界見ても僕らしかいないと思います。知識過剰の極み。そしてね、チャンネル登録グッドボタンよかったらお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。ちなみにプーチンは影武者だよね。